道頓堀、やはり飛び込む。こりゃ飛び込んで体調を崩したやつは医療保険所外の全実費負担にした方がよくね。ハロウィンの渋谷でバカ騒ぎするバカ以外だね。こういうのがいるから阪神ファンは民度低いって言われる。まともな阪神ファンの気持ち考えたことあるのかね。これあるからオリックスに買ってほしかったんだよな。こいつら日本語理解できないんか。本当の阪神ファンは今から特別番組で朝の時間まで見るから道頓堀にいる理由ない。ガチで頭おかしいと思う。一部のアホが飛び込むのはしょうがないかもしれないけど、もう一回コールをみんなでやるのは終わってるでしょう。別に選手が飛び込むわけじゃないのになぜか飛び込むよね。汚染を処理してない水なのにね。名物とか飛び込んでもいい雰囲気になってるけど単純に民度だよね。そういうところやね。素直におめでとう言うてあげたくなくなるのは。これで病気になっても医者行くなよ、自業自得なんだから。どんだけテンション上がってハイになっても飛び込む意味がわからん。ご視聴ありがとうございました。